タレントの鈴木紗理奈、46が12日、TBS 系、ゴゴスマ55、スマイル、に出演し、安倍派の裏金疑惑に関連して、元衆院議員の金子恵美氏、45が解説した派閥の集団心理について噛みついた。金子氏は、派閥は上位下達の世界で、こうしなさいと指示が出た場合、本当ならば議員が訂正しないといけないのに、派閥の方針に従わずにいられなかったのでは、と推察するが、これに鈴木が激しく反応。それはどうなんですか。国を変えようとして、新しい政策を作って国を良くしていこうとしている方々ですよね。それがシステムの中で声を上げられないなら、政治家として素質がないですよね、と厳しく批判した。金子氏は、確かに、このお金を取っておきなさい、と言われてもそれは違うでしょう。という人がいなければならないと思うと語ったが、鈴木はいなければいけないというか、そもそもそういうシステムのおかしさに気づいて、それを正していくのが政治家の仕事。